から、師匠さんのお言葉に、お答えできる天候を目指してまいりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。さて、改めまして、はじめまして、釣り屋の社長の徳永でございます。本日は朝早くから緑店のオープンにご来店いただきまして、誠にありがとうございます。またこのお店ができましたのも、自転車の皆様をはじめ、地元の皆様、そして行政の皆様、建設業者の皆様、皆さんのご理解とご協力、そしてご尽力のおかげというふうに感謝申し上げております。重ねてお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。さて、私ども釣り屋のスローガン、合言葉は新鮮爽やかハーモニーです。言葉の通り、新鮮な商品を爽やかな店舗で、爽やかな接客応対でお届けしたい、そういうお店を目指しております。また本日は、我々のマスコットキャラクターであります新鮮のしんちゃん、それから爽やかのさわちゃんも来ておりますので、皆さんのお買い物の、何かお役に立てればというふうに思っておりますので、ぜひ、お買い物をお楽しみいただければと思います。そして、これからも末永く釣り屋緑店をご愛顧いただけますよう、心からお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願い申し上げます。竹川より皆様にご挨拶申し上げました。続いて地元の皆様にお顔を覚えていただきたく、鶴屋緑店店長岩崎直之より皆様に一言ご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。本日はご対応の中、鶴屋緑店のオープニングセールにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました緑店店長の岩崎直之でございます。工事期間中は何かとご迷惑をおかけいたしましたが、こうやって本日、開店が迎えることができますのは皆様のお力添えと心より御礼申し上げます。私どもは生鮮食料品を中心といたしました長野県出身のスーパーマーケットでございます。今後高品質高鮮度の商品を毎日売り場にてご案内いたしまして、お値打ち価格にてお客様にご案内してまいります。そして群馬県と長野県の食文化が融合いたしました楽しいショッピングタイムが過ごせる、お客様の笑顔と感動が集まる店づくりを従業員一同していく所存でございます。どうぞ皆様、本日より鶴屋みどり店末永くご愛顧くださいますようお願い申し上げます。本日はオープニングセール、どうぞごゆっくりとお買い物をお楽しみくださいませ。本日は誠にありがとうございます。岩崎より挨拶でした。皆様お顔を覚えていただければ幸いでございます。それではこれよりテープカットです。お名前をお呼びいたします。係が案内いたしますので、テープの前までお進みください。そして本日は朝早くからお並びいただきましたお客様からもテープカットに参加していただきます。お客様を代表いただきまして、
緑市長、須藤昭雄様。笠掛町商工会前会長。笠掛町第9区区長。地権者代表、群馬土地株式会社取締役社長、角田久夫様。そして株式会社鶴屋より代表取締役会長、掛川幸太郎。株式会社鶴屋代表取締役社長、掛川健三。株式会社鶴屋緑店店長、岩崎直之。なお、鶴屋緑店店長岩崎が顔を覚えていただき、地元のお客様に一層のお引き立てを受けたまわりますよう、中央にて失礼させていただきます。さて、可愛らしいお客様来てくださいました。いえ、可愛らしいキャラクターですね。本日はオープンを記念して、鶴屋のイメージキャラクターのしんちゃんとさーちゃんに駆けつけてもらいました。鶴屋のコーポレートスローガンであります新鮮爽やかハーモニーにちなんで、新鮮のしんちゃん、爽やかのさわちゃんと覚えてください。しんちゃん、しんちゃんいますか？お客様に手を振ってください。さわちゃん、はい、こちらリボンついてる方がさわちゃんです。しんちゃんとさわちゃん、皆様可愛がってください。それではテープカットの前に写真撮影を行います。カメラマンの皆様は撮影準備の方お願いいたします。はい、それではこれより写真撮影を行います。皆様は左手でテープを持ち、ハサミを添えてお待ちくださいませ。それでは撮影いたしますね。それでは新鮮爽やかな笑顔でお願いいたします。はい、ゆっくり笑ってカメラマンの方向いてください。はい、スマイルですよ、スマイルです。あ、いいですね、いい笑顔ですね。それではいよいよテープカットです。私がどうぞと申し上げたらお願いいたします。それでは参ります。緑店にご来店の皆様、朝早くからありがとうございます。ただいま
開店式無事に取り行うことができました。そして間もなくお客様お待ちでございますね。間もなく鶴屋みどり店オープンになります。今しばらくお待ちくださいませ。手指消毒の方回らせていただきます。ご協力お願いいたします。鶴屋みどり店間もなくオープンとなります。商品の方は豊富に取り揃えておりますので、皆様には楽しんでお買い物をお楽しみいただきたいと思います。ごゆっくりお買い物をお楽しみくださいませ。お一人様1個パンチバルーンのプレゼントをしております。そしてしんちゃんとさわちゃん、お店の入り口でお客様をお迎えしていますが、しんちゃんとさわちゃんも駆けつけてくれています。しんちゃんとさわちゃん、新鮮爽やかハーモニーの鶴屋のキャラクター、しんちゃんとさわちゃん、ぜひ覚えて可愛がってください。そして鶴屋からお客様にお願いがございます。従業員が今回らせていただいておりますが、コロナウイルス対策のため手指消毒、そしてマスクの着用をお願いいたします。
様にプレゼントしております。毎日のお買い物にお役立ていただければ幸いでございます。つぶやのコーポレートロゴマークの上の点がハートの原点となっています。つるやのコーポレート、そしてお客様の心をハートとハートで結びたいという思いからこのコーポレートマークを採用いたしました。従業員一同皆様に愛される店舗になりますよう、皆様に可愛がっていただけますよう努力してまいりますので、どうぞ地元の皆様お買い物お楽しみくださいませ。オープンいたしました。入り口では鶴屋のキャラクターしんちゃん、さわちゃんがお迎えしております。しんちゃん、さわちゃん、お客様にご挨拶してください。しんちゃんとさわちゃんが手を振りました。しんちゃんとさわちゃん、ありがとうございました。リボンがついている方がさわちゃん、そしてリボンがついてない方がしんちゃんです。皆様覚えて可愛がってみてください。しんちゃんとさわちゃん、ただいまお店の入り口で皆様をお迎えしておりましたが、これより店内の方に移動させていただきます。
店内にゆっくりとゆっくりとお進み